ではまず、高知 FC は、高知県高知市を本拠地とする社会人、サッカークラブ、高知高校の OBE による高知高クラブとして創設。1993年に初めて、四国リーグに昇格したのと同時に、黒潮フットボールクラブへ名称を変更した。1998年に、高知県社会人、サッカーリーグ一部に降格し、2010年に13年ぶりに、 四国リーグへ復帰した。復帰2年目となる2011年はリーグ2位と躍進。この年リーグを制した愛媛 FC 島並が9月29日に全国地域リーグ決勝大会への出場自体を表明したため、急遽同大会に繰り上げ出場となった。地元開催となった1次ラウンドでは東京 23FC、デッツオーラ島根 EC、小与 AC エランを大分と対戦。 三連敗で一時ラウンド敗退となった。2013年6月に運営法人となる特定非営利活動法人リャマズコーチフットボールクラブが設立認証された。また同時にクラブ名をリャマズコーチフットボールクラブへ改称した。リャマズはスペイン語で炎を意味するリャマに複数形の S をつけ炎の波が次々に燃え盛る様をイメージしている。 また、スペイン語で、ギャマを、龍馬と発音し、坂本龍馬にもかけている。チームカラーは、海援隊の色を模している。下部組織に U-12 チームを保有している。ありがとうございます。